普通、これね、とてもね、大事なポイントがですね、あれですね、テレビに映ってる映像なんですけど、あれ、なんだか分かりますか？なんかマスクつけてますよね。あれね、アメフトじゃないんですよ、あれ。クリケットなんですね。インド圏は、一番盛り上がってるスポーツってクリケットなんです。僕ら何にも知らないじゃない、そんなもん。ね、まあでも野球でもないっていうね、ね。そうなんですよ。あ、でね、ここに来てらっしゃる皆さん、もしかすると、そっち方面の、話題好きだから知ってらっしゃるかもしれないですけど、巨人の星がインドに輸出されたの知ってます、皆さん。あれも結局、クリケットになったんですよ。そうなんですよね。クリケット強化ギブスとかになっちゃったんですね、大リーグボールではなく。みたいな面白さがあって、で、ハラルフードって書いてあるじゃないですか。ハラルはもう本当にここのところで、まあ、オリンピックも見えたことで、随分その、ね、話に上がると思うんですけれど、イスラムの、しきたりにのっとって、ほふった動物をお肉にするというスタイルですね。これをやらないと、イスラムの人たちっていうのはお肉料理を食べられないんですね。こういう、宗教上の、決まり事があります。豚エキスが入ってないとか、アルコールが入ってないとか、ね。結構日本食 NG で、めんつゆ、みりん入ってるからダメとか、結構難しいコンソですメよ。キューバあげたらチキンコンソメって書いてあるのに、豚入ってじゃないかみたいな話になったりとか、なんで結構最近、日本企業、味の素とかはね、本ね、当、東南アジアに行こうとしてるんで、ハラルフードの味の素みたいでやろうとして、今、一生懸命やってますね。ね、味の素の事件覚えてらっしゃいます？皆さん。アジアで紛糾したことありましたよね。あれ、豚のエキスが入ってるんで、なんということだと。みんなニコニコ使ってたんですけどね、それまでね。やっぱり一応まずいという。味で分かるんですか？いや、何宗か教上の問題だからです。知ってしまったんでしょ味というより。う。多分その豚肉 NG っていうのも、おそらく皆さんはその豚肉美味しいのに我慢して食べてないんだと思ってるんだと思うんですけど、そういう感じじゃないですよ。あんな汚らしいものを食べるなんてありえないっていう感じなので、豚のエキスだとって話になっちゃうんですよ。そう、だから大変っていう。原材料に変えないんですか？だからチキンコンソメとか、あるいはその、なんだろう、味のことあれ、なんでしたっけ？混じってたかもしれない。そうそうそう。だからメインのあれじゃないから、パッケージに入ってないそうなんです、のそうなんでに、す。製造工程の問題で入っちゃってたってんで大問題。ハラールの、レストランとか、それからその食品の工場っていうのは、例えばなんですけど、レストランなんかで、そのレストランの空間の中で、そのハラールに反するものがあったらいけないぐらい、空気で感染するぐらいの、勢い気持ちなんですよね。かなり厳しいです。これはもう根っこがもう宗教なんで、なかなかちょっと日本人には分かりづらい世界ですよね。そうそう、で、この隣で携帯売ってたりするんですよ。でそれ、今使ね、えるんですか？多分、シムロックみシたいなやつム、で。シム関係でね、ここね、面白いんですよ。これの、こっちは、こっちはあれですね、アルカラムで、こっちが多分、カラチの空、カラそチうでですすよね。カラチの、空っていうお店の後ろに、いや、テレビです。どうもね、どうも見るとリアルタイムなんですよ、いつも。おかしいんですよ。さっき見たヤフーニュースと同じ内容をやってるんで、ほぼリアル、どういうことって思ったらば、この部屋の半分ぐらいのパラボラアンテナが店の横に置いてあって、これはって思うんですけど、これは言いつけないでください、皆さん。面白いですから、その方が。面白いと思うんですよ。全く言葉がわからないテレビを延々見続けるっいていうや、面ね。白いですよ。イスラム美人がね、にっこり微笑んで、なんか知らない言葉書いてある洗剤とかこうやって進めてくるんですよ。こんな醍醐味ないですから。で、ここです。ここが大問題の。例えば、男性の皆さんと僕がこのお店に行くんですよ。で、まあ、普通にホールに入ってご飯食べられる、うまいカレーとかいっぱいあるんですよ。でね、吉岡さんと僕が2人で、じゃあ、ちょっとデートでもしましょうかって言って、ここ行くとですね、このテーブルに座らされるんですよ、入ると。私まさにここに座りましそうでした。ょ、そうでしょ。で、それ、ここと真ん中と何が違う、これね、気がついたんですけど、僕、あれの、テーブルの上のね、これも色が違ってたりするんです、ここだけ。これね、上よく見てください。カーテンレールあるでしょ。2人で行って、最初ね、それほどじゃないんですよ。イスラムの、男たちが増えてくると、シューって締められちゃうんですね。だから、お前はさ、お前は女と来たじゃん。お前、女と来たってことは、お前の家族なんだろって言って、ファミリールームにどうぞっていうようなのが、イスラムの、スタイルなんですね。結婚式なんかでも、結婚式ですよ。男女別なんですよね。なんだか分かんないですよ、それ。新郎が友達で行ったら、新婦の顔は見られないで帰ります。そういうこイスとなラんでムの結婚す。式は。
まあそれがその足立の隣の埼玉で。いつ会うんですか。会わない。合わない。ですごい仲良くなって遊びに行ったら黒い服あれ巻いて出てきてくれるかもしれないけど、それでも合わせないっていう人も多い。なんで女性、うん、そうです。ここだから2つ入り口あります。はい。で こっちがファミリールームなんですか。こっちが手前側。うん、そうです。奥がもっと広くていろんな人がいるところ。奥は何ですか。男性専用ですか。まあ、あのというかお店は基本男性専用なんですね。ああそうなんですか。こういう発言すると日本では怒られちゃうんですけど、あの、うん、イスラムの世界では逆なんで。でもなんかそれが理解できないと言ってポカンとしちゃいそうですよね。まあでもポカンとしちゃうっていうよりもまあなされるがままですよ。そうですよね。いやだから例えばお二人で行ったとしたらば、ここに座らされてなんかタイミングでカーテン閉められるんだけど、分かんないけど、まあご飯5時からいいやで終わると思います。ただこれ知ってると知ってないとじゃあやっぱり面白さが違いますよね。私この話ブログに書いた時に、女の人から私ファミリールームに通されないって言って怒ってました。ああ、あのね、そういう人もいます。そうそうそう、何やファミリールームに通されるの。多分ね、その人は多分あの肩着のサラリーマンじゃないなくって時間帯が違うと思うんですよ。あの人が少ない時は普通にホールの真ん中に案内してくれることも多いので、まあ特に日本人はってことなんですけれど、まあ、でもパキスタンの人が、ね、男の人が来るとやっぱりシャーッと閉められる。そう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 、うん、面白いですよこういうのは。イスラムならでは、うん、うまいんですわこれ本当に。で、何が丸いのって書いてあるじゃないですか。丸いんですよ。あの皆さんが知ってるあの、ね、インド周辺国 あのパンであるところのナーンっていうのがありますけど、あれは涙型してますけど、あれって近代のもので、で割と日本独特のもの、あまり本国にはあのスタイルのものはなくて、僕もあのちょっと言ったらばやっぱりなかったんですよね。丸いものが多いです。グニョンってなってるんですか。そうです、あのこういうなってるじゃないですか。で大きいとみんな喜びますけど、丸いのがあの割とスタンダードですね。であとあの手のものは混同されがちなんですけど、なんていうのがいわゆる日本で考えるところのパンですね、発酵パンです。あれは発酵したものを膨らませるっていうもので、チャパティっていうものがあって、それはどっちかっていうとその、お好み焼きとかクレープとかそういうものに近い、粉を練っただけの、お塩で練っただけのもので、基本的にはそっちが主食になります。ナンを食べているインド人はあまりいません。僕らがなんというかパン屋さんでパンを買うように、インド人はナンをナン屋さんで買うので、なんというんでしょう、 常食ではないんですね。何ですか、うん、はい、常食ではないとなると何ですか。チャパティですね。ああそうか、ローティとか、うん、無発酵のパンをお家で作る。何しろ発酵パン大変じゃないですか、うちで作って毎日食べるの。管理もそうだし、ホームベーカリーとかあるわけじゃないしね、うん、そう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 。なので、ああなるほどねっていうのはありますよね。ちょっと話変わっちゃうね、うん、まあまあまあ、うん、そういう話でもうここまでそういう話は出ましたけど、インドカレーだけじゃないんですよね。 インド的なこういうものっていうのはご存じの通りで、インドという国が、まあ、あそこら辺界隈では一番大きいですけど、周りにはだからあれなんだっけな、あのくくりがモルジブも入りましたよね。インドがあって、スリランカ、モルジブ、パキスタン、バングラディッシュ、ネパールですか。うん、これがあれです、南インド、あじゃない、南アジアって言われているくくりですね、うん、モルジブが割と忘れられがちです、はい。でまあ東京でね、これみんな東京の写真、吉岡さんが撮ってくれてるものですけれど、非常に流行っていて、うん、さっきのナンが涙型のっていうじゃなくて、こういう南インドの定食タイプのやつを出す店が大変増えていますね。どれにも、ね、